それでは皆様どうぞ本日はよろしくお願いします。私はあこちら渋谷区初台において地庄案という祈りを結んで、まあ、日々お祈りをさせていただいております。えー、その中で若い人たちがあ主に若い人たちですねが集まっていただいて ああそこで対話を行ったり、中には悩み相談を聞いたり、えそういう、まあ、渋谷、発大という大都会のど真ん中にあるいおりなんですが、ああそちらで、まあ、6年ほど、お今、活動させていただいております。えー、6年間の活動の中で、噂を聞きつけて、えー、大学の 非常勤講師の先生もやってみないかっていう話もいただいて、今は大学の非常勤講師の先生も少しだけさせていただいております。えー、今回、えー、仏教伝道協会様からあいただいたお題は、4月は出会いということで、えー、今回実は私、ごほは2回目でございます。えー、1回目は、 お金という題でお話をさせていただきましたあ。もしご興味ある方はそちらをご覧いただければ嬉しく思います。そして2回目の今回は出会いということでお話をさせていただきます。お金から出会いというふうに変化しましたので、私としましてもだいぶう趣が違うなという題名に なりました、えー、皆様今までご人生の中でどういう出会いをしてきてましたか、えー、楽しい出会いまたはあその出会いから別れもあったかもしれませんでもその出会いの中からあ出会いのたくさんの出会いからどうして人はうでしょうか、ね、人格形成というのをしていくんじゃないかなと思います ですので私もですねちょっと自分の会ってきた出会ってきた人生っていうものをざっと振り返って皆様にお伝えできたらと思いますどうぞよろしくお願いいたします私の出会い仏教に出会う前の私の人生というものは、まあ、特に10代なんですが えー、ここ、渡福市渋谷で生まれましたので、えー、仏教というものに全く興味がございませんでした、えー。10代の頃は、どちらかというと、暗い人生。今思い返しても、灰色の時間を過ごしていたような気がいたします。小学校、中学校では、うん、ちょっと今変わらずでは信じられないような、あ暴力的な心を持つ、 人間でありました、えー、なんでこういう暴力的な心を持ってしまうのかはいろいろ考えるところはあったんですがどうしてもそういう気持ちを持ってしまうという苛立ちが常に自分の心の中に宿っているそしてくすぶっているという状態でした。その中で たくさんの人にも迷惑をかけてしまったという現実がございます。その中で私は高校時代にまず柔道に出会い、そして体を動かすということで少し自分の強い暴力性から少し、完璧にはまた無理だったんですけど少し落ち着いた感じになりました。しかしずっと 心の中は落ち着かず、そして、どちらかというと嵐のような心を持っていましたので、勉強にも身が入らず、不本意な日々を送っていたという過去がございます、えー。私自身はですね、そんな中、大学、いい大学ではなかったんですが、大学に進んで19歳になりました。その頃に、 19歳にちょっと精神の不安定をきたしてしまってノイローゼの状態になってしまいました朝起きても夜になってもいつも死にたいっていうことを考えてしまうような19歳になってしまいましたなぜこんなに悩んでしまうのかということが自分自身でも非常につらい日々でございました そんな中、私は心理学の本を読もうというふうに思いました。はじめにフロイトという精神分析の先生の本を読んだんですが、人間の生き方そのものは性であるという骨子の本でありました。ノりリョゼの私はますます悩んでしまいました。どうやったら自分の心が なんとかかなるかという時に私はい早駿先生という方の本を初めて手に取りました。その本が仏教のお坊さんを書いた本でございました。今日はそこからちょっとお話をさせていただきます。スライドの方を用意しましたのでそれに沿って少し皆さんにお話をさせていただきたいと思います。 それではちょっと画面の共有をさせていただきます少々お待ちください共有されますでしょうか 私は19歳になってから仏教と学問に出会いました。まずはじめに学問に出会いました。この河合隼先生の「明恵夢を生きる」という本を初めて読みました。えー、こちらで明恵上人という鎌倉時代のえ皆様には聞き慣れないお坊さんかもしれませんが、テゴン州のお坊様の 精神分析のお話が書いてありました。私は何とか救われたいという思いで、この明恵承人のこの本を読んだんですが、明恵承人も修行において非常に悩まれた方でした。自分の思い、非常に煩悩が強いので申し訳ない。でも、何とかお釈迦様にこの気持ちを伝えたいということで、あまりの 気持ちの強さのあまり、お伏せをしようと、妙恵昌には思いました。そして、それは、妙恵昌には自分の体の一部をですね、お伏せしようというふうに思われた。言ってみれば、完全にこれはノイローゼですね。妙恵昌人は、最初は目をくりぬこうか。それとも、鼻をえぐろうか。それではできないと。鼻では、鼻汁が垂れてしまう。目はお経典も読めなくなる。ということで、妙恵昌人は、 右の耳を切ることにいたしました、えー。私は毎日死にたいと思ってたのに、その本を読んだ時に、僕は耳を切れないと思いました。ここで矛盾が起こったわけです。なぜ自分は自分の生命を立ちたいと思っているのに、右の耳を切ることが勇気がないのか。なぜだろう 思いました僕はもしかして死ぬ気がないんじゃないかっていうふうにはっと気づかされました。私はそこからもしかして自分は死にたくないんじゃないかということに気がつきました。そこから何か自分の人生が少し好転して明るくなっていったような気がいたします。ですので私はこの明恵という方を名前を聞くと自分の人生を救っていただいたという気がいつもしていました。それが 19歳の頃でした。えー、私はさまざまなあ変遷を得て、えー、高野山に上がって、お坊さんになろうと思ったんですね。その後あ、こちらです。こちらが妙恵上人です。湯浅に生まれた妙恵上人、そして戸賀の鉱山寺を開いた妙恵上人でございます。戸賀の鉱山寺というと、鳥獣人物戯がなどがあ有名ですが、皆様も見たことがありましたかもしれません。 えー、私は26歳になってから荒野山に上がりました。これが荒野山の修行時代2003年のことでございます。私はこちらで樹海という儀式を受けました。そしてその後に家業という修行に入りました。特に覚えてますのは樹海でですね、光明真言というお経を聞きました。

受会の儀式でこの「光明真言」というマントラ、ご真言を聞いたとき、私はものすごく胸に響きました。一生懸命この信言を唱えなきゃいけない、でも口がついていかないけれども、これは僕にとって大切な真言なんだと直感したことを覚えております。驚いたことに、この「光明真言」という真言、ご真言、マントラを 荒野山に広めたのは、明恵商人、その人でございました。なぜそういうことが起こるのか、僕にもよくわかりませんが、いつも僕の心の中には、明恵商人がおられた、というような気がいたします。そして、荒野山に2003年に上がり、2004年に修行を終わって、荒野山大学の卒業論文を2004年に書くことになりました。 そこで取り上げたのが、私が取り上げたのが、方熊楠という和歌山県生まれの植物学者の方でございます。この方熊楠という、えー、日本のレオナルド・ダ・ヴィンチと言われる植物学者の方なんですが、この天才方熊楠を和歌山県荒野山にいるので研究してみようというふうに思い立ちました。 この方熊楠さんは、新言宗のお坊さん、右におられます、土儀法隆様という方と、往復書簡手紙のやりとりを長い間をかけてしていました。そして、方熊楠の研究において、この土儀法隆様の往復書簡の価値は、第一級の資料であると言われていました。私は、 この研究をしてみようというふうに思い立ちました。研究を始めるにあたって、この右におられた土下法隆様のお墓が、賀農産鉱山寺にあるということがわかりました。私は、これはご縁だと思いまして、なぜならば、賀農産鉱山寺には、明栄商人のですね、があって 最高されたお寺なんですね。明栄聖人が一番ゆかりのあるお寺が、賀野山鉱山寺でありました。そして、そこの場所に、私が研究しようと思っている土木法隆様のお墓もあるということが分かって、この明栄聖人と土木法隆様のお墓にお参りしよう、それから研究しようと思い立ちました。私は、荒野山から京都の戸賀の鉱山寺に来まして、 高山寺の門前に立って、えー、事務所で、えー、田村執事という今もお世話になっている方に「すいません土偽法隆様のお墓参りをさせてください」というふうに言いました、えー、田村執事は「お前なんでそんなこと知ってんねん」というふうに言われました明恵上人のお墓をお参りしたいという特心の方は時々来るけれども この土木法流という明治時代のお坊さんのお墓参りをさせてくれというふうに言ったのは君が初めてだというふうに言われました。私は、え、そうなんですかっていう形なんだったんですが、私はまず、戸賀の鉱山にさんにお願いして、明恵商人と土木法流様のお墓参りをさせていただきました。それから、えー、またお墓参りをし終わった後に、 え高山寺の事務所に戻ってありがとうございましたというふうに言うと田村執事が、えー、こういう手紙があるよというふうに見せていただきました、えー、それが南方熊楠が土下法隆様に宛てた手紙の幅でございましたまた不思議なことに次の日に南方熊楠研究の第一人者の方と会う予定になっておりました 私はなんとなくデジカメにその束を取って、あ、そのうん束をですね、デジカメに取って、えー、次の日にですね、研究者の方に、えー、こういう手紙があるということを報告いたしました。その熊楠の研究者の方は驚きました。この手紙はどこにあったんですかというふうに言われました。いや、都賀の鉱山寺にございました。というふうに言いましたら、 これは大変な発見をしたというふうに、えー、その第一人者の研究者の方は言いました。私はあよくわからずに、そこの出会いというものを受け止め、そして、なんとその、うん、松井先生という研究者の方なんですが、研究班を組んでいただきました。そして、これはとても大きな発見だから記者会見をしましょうという形で、 記者会見をすることになりました私は、この手紙がですね、本当に大きな発見なのか、よくわからずに言いました。そして、その記者会見が開かれて、おそらく新聞社1社でも来たらいいかと思ったら、11社の新聞社が来てくれました。そして、この自分の発見は、読売新聞、 日本経済新聞。毎日新聞、産経新聞、朝日新聞という形で取り上げられました。特に日本経済新聞の方は全国版としてこの発見が報道されました。私はとんでもない電話をしたものだと思いました。明英上人のお墓参り、 そして、土岐法隆様のお墓参りから、10代の頃の頭の悪い自分が、一気に学問の入り口に立ちました。大変尊敬していた、あ鶴見和子先生、社会学者の鶴見和子先生が、港方熊靴の思想の研究を塗り替える大きな発見であるというふうに、新聞に書いていただきました。私は、ない頭なのに、資料を発見してしまい、そして、一生懸命、 研究をしました。2004年から、この、南方熊楠の古文書読解が始まり、なんと6年かけて、この、南方熊楠書館、土木法流宛1893年、1922年、この本を上司することができました。全く勉強ができなかった自分が、2010年には、一つの研究書を出すことができた。 これは私にとって大きな大きな出会いでした。そしてその暗い過去が一つ一つ払拭されるようなそういう大きな出会いでございました。しかし、この出会いから6年間私は研究に打ち込んだんですが、どうしても頭の勉強では理解することができない、体の勉強をしたいということで、 2011年からタイに渡りました。そして私はタイの仏教に出会うことになります。私は2011年6月からタイのバンコクの総院に行きまして、上座部の僧侶として3年間の修行に入りました。この後ろ姿はタイ人ではなく私でございます。 毎日早朝に宅発に出る日々でございます。タイでの3年間の日々は、日本のお寺と檀家さんと、まあ、葬式仏教というふうに日本のお寺では言われていますが、タイのお寺は葬式仏教ということではなくて、日常に気づく日々、日常に仏教が息づく日々を過ごさせていただきました。私にとって大きな大きな出会いとなりました。 詳しくは第1回目の仏教伝道協会様の中間法話ステーションで話していますので、お時間のある方はそちらをご覧くださいませ。そして、このようにタイの上座仏教のビクとして3年間共に生活し、共に乗る日々を送らせていただきました。2014年に私はタイから 日本へと帰国し、もう一度、タイのお坊さんの資格は返して、真言宗の僧侶の資格だけが残った形で、また日本の生活が始まりました。しかし、私、タイを経験した私にとっては、学問、アカデミックな生活にも馴染むことができず、非常に苦しい日々が続くことになりました。そして、どういうふうに生きていいのか、 ということが一度わからなくなってしまったんですねその時に2016年からもう一度自分の原点に帰ろうということで私は実は体を動かすのが大好きなんですが合気道を始めましたまあ、始めましたというのはちょっと語弊があるんですが元々私合気道は少しやってたんですが修行時代に高野山の修行時代ではストップしていました そしてもう一度好きだった体を動かそうということにもう一回かけてみようというふうにしてまず合気道に来ました東京に戻りまして合気道を再開しましたはじめは初段から始めたんですが今では余談になりました合気道の本部道場というのが新宿にありましてまずがむしゃらに 稽古をさせていただきました。私に稽古をつけていただいたのは、合気道の世界のトップ、合気道同士、上柴森照先生でございます。私は、この上柴森照先生から、直接、みっちりと稽古をつけていただき、一歩一歩、 自分の体を取り戻していきました。頭でっかちになってしまった僕の体がですね、体の方に、お腹の方に重心が落ちて、少しずつ落ち着いた気持ち、リラックスする気持ちを身につけることができました。これによって私は頭でっかちからやっと抜け出すことができたという気がいたします。 上芝森照同士は、ご存知の方もおられるかもしれませんが、合気道を始めた上芝森平先生のお孫さんにあります。そのお孫さんである上芝森照同士から日々教わることができて、私はもう一度人生を進めることができるようになりました。 上柴森先生のお言葉を引用させていただきます。お互いの動き、体の構造、仕組みに逆らうことなく、自分の持つ自然な力を無駄なく発揮して技をかけていく。力みや硬さを生み出すような力を争うとか、技をうまくやろうという気持ちを捨て、理にかなった自然な動き、言葉を変えれば物理的な法則のもと、一つに解け合い、 調和し一体となる。自分も相手もなく、住み切ってすべてが一体になっている状態だと言えます。そこには争う気持ちも生まれず、部は愛なりという言葉にもつながっていくのだと思います。これは文章だけの言葉じゃなくて、体で表現できる武道であるということによって私はだいぶ 心の安定を得ることができました。そして、愛機会の本部道場は世界中から愛機道の大好きな方々が集まる場所でございます。そして、世界中の人たちと武道によってつながれるという喜びでもって、また裏打ちすることができました。そして、これから私はいおり活動を通して、 頭でっかちだった自分のそのこ頭のこの記憶をですね、体に落とし、そして体を落ち着けることによって一体となる、そういう方向に自分を鍛え上げていきたい。そんなふうに思っております。私のざっとした出会いを話させていただきました。皆様にとりまして、皆様の人生にとりまして、 どういうふうな出会いをされてきましたか一度、千上湾に来て、ゆっくりと話していただけたら嬉しく思います。本日はご清聴ありがとうございました。